おはようございます。今日こちらは、これはですね、私はゴムやるけどね、野菜もやってますのでね、里芋というですか、普通はね、この葉っぱを見るとけど、里芋の中にもいろいろありまして、これはうちではね、たけのこ芋っていってね、もう5年ばっか作ったですけど、初めて今年成功して、芋がですね、里芋はこう柔らかくて伸びるでしょ、これはホクホクしてるんですよ。タケノコみたいにこう見えるですからね、タケノコ芋と言ってるんですけどね、うちでは通称ですけどね、本名は何て言うんですか、ちょっとあれですかとかね、分かりませんで、こんな立派な皮が普通になりました。すごいですね、大きいですね。と、もう一つあるのが里芋ね、それは今からまたあれしますけどね、違う場所にもありますから。はい、では後ほど。はい、おはようございます。おはようございます。これがですね、今年皆さんの方へインターネットで出します、里芋ですね。大きいでしょう。すごいですね。私の背丈もありますからね。大きな芋ですね。ですこれ、いつ頃収穫になります？10月の半ば頃からでしょうね。あと一月ぐらいですかね。そうですね、一月20日頃からかな、今度収穫したいと思っていますからね。じゃあ一月ぐらい。なんで大きいかというとですね、はい、うちはですね、この親芋を種芋にするんですよ。それから作るから木がこういうに大きくなるんですよね。立派ですね。売っているのは小さいでしょ、あれは子芋ですけどね。親芋を来年のまた種にするという方法で栽培してるんですけどね。だから種を取ってものが大きい、一つがこんな大きいですからね、10個20個というと相当大きな場所が必要ですよね、しまっとくに。そしてこれは寒さに弱いでしょ、ですからね、種を囲うのがちょっと大変ですね。まるまるですけど、ぬかでね、米ぬかで、米殻ですか、で囲って囲うというようなことをしています。まあ、いよいよですね。じゃあもうちょっとしたら、はい、楽しみですね。はい、また皆さんに美味しい、わあ素晴らしいというような芋になりますから、ぜひ召し上がってみてください。はい、ありがとうございます。はい。